実は私修学旅行で沖縄行くことになりました。楽しみー。なので、沖縄の修学旅行に向けてとあるものを買っちゃいました。なのでこっそりみんなに見せちゃおうと思います。それでレッツゴー。麦わら帽子です。麦わら帽子を購入しました。そして私帽子が一個もなくて、全部お姉ちゃんから帽子借りてたんですね。麦わら帽子を買いました。早速ね、着ていこうと思います。日焼け止め。ビーチ行くと日焼けとかしちゃうと思うので、友達ともシェアできるし便利だなと思って買いました。3泊4日で全部使い切る自信あります。ベビーローション。肌に優しいものを結構使ってくれてまして、すごいね、体に合います。目薬。毎日ね、私目薬愛用してるんですよ。やっぱ動画編集とかほぼ毎日やるので、充血とかやっぱどうしてもなっちゃうのね。ひどい時はもう真っ赤、東京グールみたいになります。修学旅行無事に行きました。めっちゃ楽しかったです。みんなは修学旅行どこに行きましたか？もしよかったらコメントで教えてね。ご視聴ありがとう。また会おうね。バイチャ。